Yeah. Ico. モルトフィーさん、測定された火時計を。モルトフィーさん、測定結論から話しまた。他に機器の測定結果ただし適合するパーツがあれば飛行術これが黒いとにかく。ですが単純め内包着信がどうされました。耳が早いですね。確か漂白者さん、なんだかモルトフィーさんまだ組み立てのお願いはしてないのに。 完成まで漂白者さん、君の言う、それは考えていなかったですね。あれだけ言われた、まあ確かに多分これですね。さあ、 モルトフィーさんの。 モルトフィーさん、パーツの箱。どれどれ。こちらも検査の結果が出た。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。 それに相殺されていて見えづらいけど、2つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので、残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると、 会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音光をはじめ、天空海、疎開雨、重力喪失、在りし日には起こり得なかった異変のことを 会食現象と呼びます。そして、悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。飴玉については、成分、このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど。20年も前のワクチンですか。この飴玉、20年ほど前に本州で。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。 でもあそこは資料の分類方法が特殊だから、先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。モルトフィーさん、組み立て完了。これが火時計の元の姿です。もう回せますか。はい、
正しい方位と時間の情報を入手し、指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。知事と師匠、転換知事は交流特有の数詞ですね。主に歴法や算術、順序を示す際などに。一体これで命名規則。これは高蘭類社の構築にも使われた、古から伝承された伝統的な方法だから、今でも交流の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。ありました、羊の列。う、たつ、み、う。今週が今週記述にのみ残された。写真が2枚あり。お、行こう。漂白者さん、飴玉の情報について。漂白者さんはどう思いますか？日時計のからくりを解除するための情報は飴玉の手がかりを追うコスマリーレインが、しかし彼女の時間、あるいはこれまでの超偶然。ヤンヤンなら。私なら今日お仕事を終えた私が来た。どう？漂白者の体の具合は。
を連れてきたよ。シャオメン3つ、辛いのお願い。だから朝食は出来たて熱々のシャオメンしか。彼らの曲を開く。これでどうだ。
早めに片付けよう。世界が赤く。漂白者、久方ぶりね。
行こう。共鳴者も、そういった素材が必要な場。44、あの方、新兵訓練を任され。行こう。城門の警備が一段と厳しくなったみたいですね。この先は北楽の原です。通行権限がなければ同志さん、もう随分経ったからもうそろそろ諦めてくれないか。これは昨日会った軍人さん、金道は共鳴者、腕にも多少自信がある。故に一度任されたからには見つけるまでは帰れない。たとえ共鳴者であっても今は城内はさほど変わりないように見える。
前線の状況はそれを。これも城内を安心させる。それに北楽野原には兵士たちと共に紀炎将軍がいます。確かに。それとお前のことも報告しておいた。城内で家宝を待っていればいい。ここで時間。巡礼所への説明もしたし、その他諸々の手も尽くした。引き受けた以上どんなことでもやる。それにだから頻道はあなた方を困らせたくはない。ここにいて邪魔なのであれば姿を隠して遠くから見張ることも可能だが。戦況は常に変化している。ここで待てば予期軍に会えるわけじゃない。予期軍が帰ってきても探して。それに戦場は危険だ。通行権限も簡単に手に入っ。はい、確認。二人で間違いありませんか？ありがとう。この恩は決して忘れない。軍人さん、これなら問題ないよ。え？最高レベルの権限なら、はい、大丈夫。というか軍を率いていてもおかしくないレベルだな、これ。はっ。それってつまりあなたは石崩れの子。行こう。予想外。なんでこんなところに一般人が。
大事にしないと。この先が偵察軍人には見えませんね。失礼、ここで何をしている？なかなか手強い。恩をあだで返すつもりか。この大人数だ。これだけじゃ足りねえよ。貴重品と食べ物全部出しな。その方が身のためだぞ。弱い者いじめには興味がねえ。おとなしくしろ。待て待て待て、クオさんだ。いだ。行こう。行こう。これは予想外。行こう。
これでどう？大事にしないと。聞いてみよう。
これでどう？塞がれている。どうにか茨を取り除いて信号灯を直さないと。この茨、力ずくではちぎれないようだ。周りに何か使えるもの。この茨、この茨、力ずくではちぎれないようだ。この茨、力づくではちぎれないようだ。周りに何か使えるものはないか。行こう。だ。歴史を感じる。戦場に出るのは初めてだ。
城内との雰囲気が全く違う。行こう。今日届いた物資を確認しましたが、足りません。全然。だから、落ち着いてください。出血が止まっ、手伝ってくれてありがとう。ひどい怪我だ。在庫の確認は？備品リストは？人探しの調子はどうですか？関心さんについては予想外に漂白し、つまり波のここはまだ後方ですが、青龍と共に戦え。
これでどうだ。じゃあどこにてうがつ。時だ。交代はしない。これでどうだ。いや、行くぞ。つつ風に乗れ。これで決める。これでどうだ。敵の時だ。しましたか。どこか具合でも。びっくりしました。突然声をかけても動かなく、死体が残像のものになって、聖竜を操ってすぐ先の戦場では、偶然とは本当に空間を超えて、この戦場を極楽の原から伝わっている中、漂白者さん、今この残像と共鳴したのでしょう。漂白者さん、白紙は葉っぱに残像の周波数が、最後の印が示している場所はあそこだ。そちらは中部大地吉村の方ですね。時には少し漂白者さんもやってみますか。